よう。今日も一日頑張りましょう。え、この間の私は具合が悪そうだった？大したことではないのだけど。そうね、少し疲れが溜まっていたみたい。ぼんやりしてるってのぞみにも言われちゃった。でも先週の休みにのぞみと一緒に温泉に行ってきたらすごく元気になったの。この間の疲れなんて一気に吹き飛んじゃったわ。温かい温泉で体を癒して、それに紅葉もとっても素敵で、秋を存分に楽しんできたのよ。体だけじゃなくて心のリフレッシュもできたのが良かったのかしら。でもね、今回の旅行で一つ気づいたことがあるの。それはのぞみと一緒ならどこに行ってもハッピーになれるっていうこと。旅行から帰ってきてからも周りの木々や空気を楽しめるようになったのはのぞみのおかげだわ。私って幸せ者かも。あ、もう教室に行かなくちゃ。今日も張り切っていきましょうね。小さい頃は賢い